こんにちは、ひろちゃんです。苗が徒長して困っています。で、揃った苗は現在外に出しています。雨や風に当てて育苗をしています。徒長防止にカルシウムがいいと聞いたので、ひろちゃんが使用されているカルハードとピーホスタを混ぜてかけてみましたが、徒長防止になるでしょうか。また雨がいつまでも止みませんが、このまま外に出しておいていいでしょうか、ということですが、まず雨が強かったら苗が倒れてしまいますので、ちょっと雨に打たれっぱなしっていうのもちょっと問題かなと思いますし、カルシウム、まあピオスタ入れるから別に問題ないかもしれませんが、カルシウムは徒長防止にはならないです。逆に伸びますので、ピーホスタは成長を抑えますのでいいですけども、この場合はカルハードは入れない方がいいような気もしますし、ピーホスタをかけるにしても苗はまだ小さいですので、本当に薄め薄めでないとダメだと思います。成長が止まってしまいますので、徒長防止にはなりますが、成長止めることにもなりますので、濃いのはちょっと問題ですので、かなり薄くして500倍ぐらいの薄めをかけるのはいいと思いますが、かけすぎは成長止めてしまいますので、逆に今度は太らなくなって困ってしまいますので、そこのところは気をつけた方がいいと思います。ありがとうございました。2個。